味の宝石箱や宝石箱だ宝石箱ちょっと頼むわ宝石箱さっきからさ無茶ぶりするたびに嘘私何もしてないよ本当にちょっともうマジで、うん、せっかくナミちゃんが滑ったみたいになってああ映った映った大丈夫ついたついた大丈夫オッケーよし私マジで何もしてないからねうんまあ大丈夫大丈夫はいじゃあマッキーさシュークリームやってマッキーのさ大きな欠点まず言っていい、うん、物を食べると静かになるお前よ小さい子供みたいお前よごめんだけど美味しいんやけどあの この状況わかりますあのですねシュークリームの中身がぐっちゃぐちゃになってますやばいやばい落ち落ちすごい美味しいんですけど、うん、ただこの柔らかさがいいのかあだとなっているのかは食べる人次第ですね、うん、美味しいですけど美味しいです先輩明太子って明太子明太子クリーム食べるいや今俺あの生チョコレート食ってるんであ本当大丈夫ですか置いとくね明太子どんな味するんですかまあ明太子の味でしょうけどそれを食レポ、なんかたらこスパゲッティ明太子スパゲッティをこうなんかスティックにしましたみたいな感じまあじゃがりこですからねそう、なんかそんな感じの味がするやばいなこれあれじゃんナミちゃん見たら怒るやつじゃんうちのスイーツスイータースイーティストそんなんじゃねえってあれしもじゃがりこなんか食べてるあのなんて音するからきっと美味しく聞こえるよクリームのもったいなさわかるんああ本当ですねもったいないわ今頑張って頑張って音出してるけどこの音聞こえるねアシスタントさんこの音聞こえる全然聞こえないこの嘘大丈夫ですってどっちだお聞こえてるすげえすげえじゃん楽しいもう本当にあれだねただおやつを食べるだけのトークしてるだけ本当にこれクリームのもったいなさが、うん、書いてあるクリームがとても柔らかいのでこぼれないように注意してお召し上がりくださいあらだから一回お皿かなんかに置いといてスプーンで食べた方がいいかもしれないこれ逆にうんなるほどねあ一回皿、うん、別のねそう一回だからお家に優しくお持ち帰りいただいてあの皿の上に乗っけてスプーンか何かで食べればこの袋の中の今クリームすっごいことになってるんですけど、うん、そのもったいないことにはねこの切るの全部クリームですからねですからね。ですからね。デザインじゃないですよ。そんなもったいないことにはならないと思う。デザインじゃないですよ。うん、気をつけてね。うん、機材。あ、美味しい本当にこれ。やべえ、チョコレート。チョコレートも合います。生チョコレートのケーキ。うん、そのままチョコレートケーキですけど。え、何？みんな明太子をこうやってボリボリしてこう音出す感じなの？なんか食べないよ。そう。あ、はい。じゃあもらいますね。じゃがりこで会話するじゃん。じゃがりこで会話する？カオスやそれは。うん、とりあえずさ、美味しいのは美味しいんだけど、一つ言っていいかな、うん、じゃがりこの音をさ、見てる人に聞かせる番組じゃないから、一応言うけど、完全になめちゃんに怒られる。だけど、このさつまりこってやつがあって、それも美味しいよね。ああ、なるほどね。上から。今度、なめちゃんに紹介しましょう。そうですね。見てる？見てないろうな。多分、うん、見てたら、多分抗議のメールがもう今、バー来てると思うんで。来ないかな？うん、来てないから大丈夫。一応まあ見てねとは言っといたけど本人に、うん、まあでもそうティラミスをあティラミスでーすさっきまでチョコレート食ってましたけどね実は私これ食べたことありますえ嘘、うん、いやいやいやちょっと食べる前にそういう情報いらないやめよ私まだない大丈夫ここに食べたことないといやいやよし行きますおーすげえ見えてないにやえ見えてない、はい、どうぞはいどうぞ面白いこと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 いや普通に本当にうまい何の宝石箱だった味だよあと3分で味だよあと3分かなんかさ地味になんかだらだら食べながら喋ってるだけになってる、うん、いやでもこれはこれでこうほら学生らしい、うん、そうだねいや最近あ何いや最近やけどちょっとこれらしいこと言うと、うん、コンビニのスイーツのあれ分かってるよねグレードみたいな、うん、そうなんですよ本当にね、うん、何美味しいよ、ね、うまいマルケとかマル美味しいよ本当に甘いセブンイレブンだったらあれ美味しいあのなんだっけ濃厚かぼちゃプリンみたいなかぼちゃプリンめっちゃ美味しいよプリン系と最近美味しいよねそうそうそういやティラミス負けてませんってこれマジで
なんで対抗してきた。いやいや、今食ってるから俺は今ティラミスを食ってるんで、うん、そのなんですか、かぼちゃ、かぼちゃプリン、うん、かぼちゃわらには負けませんよ。わら、お前同じお店だぞ、謝れ、同じ会社のものだぞ。やばい、本当に美味しい。これよかったね、幸せ。糖分取ってね、脳を働かせようってやる。あー、とりあえずあなたさ、あの頑張って音入れんのやめましょうよ。もう今日ほんと具だったからちょっと最後に謝りますけど、謝りますけど、なんだろう、ほんとにね、いろいろなんか止まったりとか、うん、なんかコーナーの途中でね、なんか話す内容なんかグダグダだったりとかも。その近所の子供寄ってきたおばあちゃんみたいな読み方やめましょうよ。もうほんとすいませんね、ほんとにごめんなさい。マジでそう言いつつ、じゃがりこ一つ。でも本当にね、今日ちょっと反省する。私もう本当しばらくね、うずになるかもしれない。やめて、そういう話の仕方はいいわ。とりあえずはあれだよね、うん、なんか言おうとしたけど、そんな目で見られると思わなかった。どんな目だろう。あと1分です。あと1分、あと1分、あ、そうか。私ね、多分ずっとこのね、へこんだテンションで終わると思う。じゃあ、私が締めます。あ、うん、そうだね、はい、お願いします。お願いします。そう言いながらもじゃがりこは食べるんですね。というわけでね、じゃがりこ食べながらそろそろエンディングに参りたいと思います。はい、奈良大学放送研究会では専用サイト、なんと710放送局にて毎週金曜日に、ウェブラジオも配信しておりますので、ま、ぜひチェックしてください。なあなたテンションおかしい。なんと710と検索していただいたら出てくると思いますので、よろしくお願いしま す、ま、すはい、ということで今日のお相手は国文学科2回生のマッキーこと中島まさきと、はい、社会調査学科1年のゆうちょること枝優太と、2回生のキッキーこと石橋キキでお送りしました。はい、はい、それではまた来週、はい、さようなら。ナミちゃんごめんね。ごめんなさい。ごめんなさい皆さん。